どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、またリクエスト動画になります。今日は前髪のスタイリング方法第2弾です。前は多分ロングの方で前髪のこうスタイリング方法だったりちょっとアレンジ方法をやったんですけど、今回はまあロングというよりはまあ大体目の下だったりとか鼻ぐらいでちょっと伸ばしていこうっていう時にすごいこの辺で邪魔になる部分でスタイリングしてもうまくいかないっていう場合が結構多いかなと思うんですけど、それをまあどちらかといったらこううまいことまとめて邪魔にならないようにやる方法、まあ応急処置みたいな感じなんですけど、伸びるまでのっていう方法なので、まあ見た方もいるかもしれないですけど、まあ一応なんかこうそうやる方が一番綺麗にまとまるんじゃないかなっていう方法なんで、まあ知らない方も知ってる方もよかったらこの方法、まあこの辺の長さの方ですね、よかったら試してみてください。それでは動画をどうぞ。まず櫛でしっかりと溶かして、前髪の部分ですね、この短い邪魔な部分をストレートアイロンで軽くだけ内に入れていきます。その時にあんまりこうグリッて入れすぎると結構バランスおかしくなっちゃうので、少し丸みがつくぐらいで大丈夫です。次にバームを使っていきます。でちょっとこれ固めのバームで少しだけ取って、前髪の部分を、まあ、毛先の部分で大丈夫かなと思うので、ちょっとまとまりが出るぐらい軽くつけていきます。そんなにベタベタにならないやつなので、あんまりつけすぎにはやっぱ注意なんですけど、このぐらいまとまれば OK です。次に前髪の横の髪の毛ですね、ここの髪の毛を取っていくんですけど、まあ大体目尻から上に上がったとこぐらいまでの髪の毛、こっからこう先に行くとちょっとバランスおかしくなっちゃうので、まあこの辺ぐらいの髪の毛で少しちょっと取っておきます。反対側のサイドの髪の毛の、まあ、表面の部分ですねを分け取って、まずダッカールで留めておきます。さっき分け取ったサイドの髪の毛と前髪部分をしっかりと流す方向に溶かしながらまとめていきます。この時まとめた時にちょっと毛羽立ちが出てきそうだったら、またそこの上からバームを指先でちょんちょんちょんとつけて毛羽立ちを押さえておいてください。前髪の髪の毛とサイドの髪の毛ですねの部分をまたこっちも同じぐらいの幅で取って、だいたいまあ耳、この辺が耳やとしたら耳上ぐらいでまとめてゴムで結んでいきます。前を向けるとこういう感じになっているので、まあ、サイドのこの横の持ってきた部分の髪の毛をゴムの部分を持ちながら少しずつ広げていきます。でここも結構慎重にやらないと前髪の部分がぴょこんと出てきてしまうので、慎重に少しずつバランスを整えていきます。なるべく目の上ぐらいまでサイドの髪の毛をこう下ろしてあげるとベストかなと思います。でサイドの上の部分ですねの髪の毛を下ろしてバランスを整えると、はい、こんな感じで仕上がりました。伸びるまでちょっと難しいかと思うんですけど、応急処置の前髪のスタイリング方法です。よかったら参考にしてみてください。